令和4年度司法書士試験に合格しました、宮島かほるです。私は10年前に司法書士試験の勉強をしていたことがあるんですけれども、勉強の内容が難しかったので、諦めてしまった過去があります。で、今回は再チャレンジでしたので、合格するまではやりきりたいという気持ちを強く持っていました。資格の予備校がいくつかある中で伊藤塾を選んだ理由なんですが、小山先生の熱い授業だったり優しい性格というのを体験授業を通してこの先生についていきたいと思って選びました。実際に講義を受けて、講義の後に疑問点を質問もしやすかったですし、勉強の方法だったりスケジューリングの作成のコツだったり、親身に相談に乗ってくださいました。小山先生の入門講座、宇津木先生のアドバンス講座、卓一実践力養成討論、山村先生の法案構成力養成討論、そして公開模試を受講し、3年間勉強し、合格しました。前年度の合格者のアドバイスや合格体験記を聞いて、私が実践してみて良かったことが2つあります。1つは自分の弱点をまとめたノートを作ったことです。討論や過去問で何度も間違える論点だったり、暗記すべきなのに未だに曖昧なままにしている論点でしたり、討論の授業中に山村先生がよくおっしゃっていたんですが、合格者はここは徹底的に抑えていますと言われて、でもまだ自分は抑えられていない論点、そういう弱点をノートに書き出しまして、毎日それを目に通して頭に記憶に残るようにしてました。2つ目は公開模試の使い方なんですけれども、本試験を想定して練習したことです。本試験で着ていく洋服、お昼ご飯に何を食べるか、会場への到着時刻、午前の時間配分、午後の時間配分、お昼の休憩にはどのように過ごすかなど、模試の時に決めていきました。午後の試験の3時間の時間配分というのがとても難しかったので、解き方をいろいろ模試で試したのですけれども、私の場合は不動産登記の記述を解いて、商業登記の記述を解いて、択一を35問解くというその順番で進めたところ、択一の問題よりも記述の問題の方が自分の中で得意だったので、気分が乗って調子を出すにはこの順番で解いた方がいいなというふうに気づいたので、本試験でも同じように実行しました。で、本試験を何度も受けた経験があるので分かったことなんですけれども、当日はどうしても緊張してしまうので、会場の雰囲気に飲まれてしまって周りが気になってしまうと思うんですけれども、そういう意味でも本番までに自分のペースで過ごすように準備をしていくっていうのはとても大切だと思います。試験勉強っていうのは自分と向き合って過ごす時間になるので、精神的に辛い時期もあると思いますし、勉強方法がわからなくなる時期もあると思います。で、勉強方法がわからなくなった時にはお世話になる講師の先生だったり、こう先輩の合格者であるクラスマネージャーや一緒に勉強している受験仲間に相談することで、私はまたモチベーションこう下がった時でも頑張ろうっていう風に気持ちを取り戻して続けていました。そのモチベーションがいつも安定するってのはすごい難しいので、モチベーションが維持できなかったり不安な気持ちに落ちつぶされた時もあったんですけれども、そういう気持ちの時にポジティブに気持ちを切り替える方法、そういう部分も受験勉強をしながら学ぶことができるので、精神的にも強くなれる試験だと思いますので、ぜひ頑張ってください。で、とても不思議なことなんですけれども、今年の試験に合格した後に不思議なことだったんですけども、伊藤塾の明日の司法書士講座に10年前に私がインターンシップでお世話になった司法書士事務所の先生が講演をしてらっしゃって、で、直接お会いすることができたので合格の報告をすることができたのはすごく嬉しかったです。それと大学時代の同級生も
長く会ってないんですけども、その同級生も何年か前に伊藤塾で合格したっていうのが合格体験記に載っていたので、私もそれを見て、あ、彼も頑張ったのであれば私も後に続きたいなと思って勉強する上で刺激をいただきました。で、今年の合格祝賀会でお話しした一人で、同じく彼の体験記を見て、それを勉強方法を参考にして合格した方とも出会うことができまして、なんか本当に狭い感じで周りとつながっているんだなぁと思いました。これからまたいろんな業界の方と出会ったりすることができると思いますので、楽しんで司法書士として働いていきたいと思います。